はい、どうも皆さんこんにちは、ギタリストの誠です。この度は特別賞ありがとうございました。いや本当はですね、グランプリ取りたかったですね。でももちろんこう原因は上がってるんですよ。やっぱこう唯一無二の要素っていうのがこう自分のギターで表現できなかったかなっていう、そういうところはありますね。なんでもうこれからですね、ひたすら研究して、もギターのサウンドからチューニングからもうその他いろんなところもちょっと研究したいですね。ドラムの音色だったりとかっていうんですか、とかもう全部自分で打ち込んでたんで、その辺とかもやっぱり研究しつつもっとより高みを目指して、でもこうなるってことはですね、もう分かってるんですよ。自分で弱点が分かってるというか、多分本来はこういうところじゃないんだろうけど、その自分を打っていくためには、でもやっぱり自分が納得いくもので、自分がテンション上がるものでやっぱりやりたいなっていうのが僕はあるんで、そういうところをひたすら研究して、もし自分のこと少しでもいいって言ってくれる人にの、なんていうんですかね、もうハートまで届くくらいのサウンド感をもうもっともっと世の中に出していきたいと思います。なんでですね、ぜひ、これを音玉グランプリ2021をきっかけに知っていただいた方、もしいらっしゃいましたら、そのもし街とかでね、お会いした時に声かけていただければ友達になれるかなと思いますので、わからないですけど友達になると思いますので、ぜひ、今後とも僕のご活躍ご期待ください。よろしくお願いします。それでは特別賞ありがとうございました。音玉ことでした。